皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマはそんなに甘くないというお話をしていきたいと思います。そんなに甘くないってどんなんだよっていう話かもしれませんけれども、そんなに甘くないっていう話にはちょっとエピソード、具体的なエピソードがあるんで、それを今からお伝えしていくんですけれども、実はですね、先日、私のクライアントさんとね話をしていて、で彼女は現状パート勤めなんですよ。で、結構制限がある、なかなかお休みがね好きなように取れない、土日しか休みがない、平日はね休めないだけれども、教室をしっかり運営してそれ一本で食っていきたいっていうことで頑張っている最中なんですが、二足のわらじなんですよね。結局そのパートは辞めてないし、でも教室を立てたい。そうすると、そういう方はほぼ似たような状況に陥っていると思うんですけど、週末しか、教室を開業できないわけですよね。当然家族の了承とかいるんですけれども、で平日は夜パートやって家の仕事っていうか、家の家事やって、でクタクタになった状態で寝ちゃうみたいな、その日々の繰り返しだったとします。そうすると、当たり前なんですけれども、集客というか人が来てもらえる状況を作るのは相当難しいんですよ。なぜならば、割とこう教室に通いたい人って平日の方がどちらかっていうと需要が高いんですね。週末を好む人もいますよ。 OL さんとか会社勤めの人とかね、集客しようって決めるんだったら、あとは銀座とかああいう都内の中の料理教室とかだと7時スタート9時終わりとかね、そういうのも全然ありなんですけど、地域でそういう地域じゃなかったとしたら夜スタートのクラスっていうのはほぼ埋まらないですよね。通常お料理とかパンお菓子系とかは、だいたいやっぱ日中にみんな習いたいです。だからそもそも人口が平日の方が多いんですよ。となると自分が、そういう職業についてしまっている状態で、かつ属性が平日の人を呼びたいのに自分の体は空いてないから教室開講できないという状態で、週末の属性は少ない、で週末は家族の反対があったりとかもすることもあるみたいなね状態だけど、いずれそこを辞める時のためにしっかり、稼げる基盤、集客の基盤ですねを作っておきたいと思うと、どういうことになるかっていうとですね、単純にですよ、単純に2倍の負荷を自分にかけなければ難しいということなんです。2倍の負荷をかけるっていうのはどういうことかっていうと、要は本気でそれを一本でやろうとしている人たちとかも世の中に5万といるわけなんですよ。で、自分はパートとかを務めることをやめない、だからやめない選択を自分はしている時点で、そもそもイニシアチブが弱いんですよね。そう、出遅れてるんです。がっつり本気でやりたい人からしたら。世の中の教室が全部本気でやれって言ってないですよ。稼げって言ってないです。ただ私の思想は稼ぐ人を応援したいっていう思想なので、趣味でやってるからゆるゆるやりたいんですっていう人はここから先聞かなくていいです。しっかり稼ぎたかったらやっぱり2倍の負荷かかるんですよ。1個仕事持ってるんだから。それがどんなにルーティーンだったりとか、そんなに自分にとってあまり面白くない仕事だったとしても、お給料をいただいているということは仕事に対しての責任が当然伴いますから、しっかりやらないといけない。だからクタクタになるんですよっていうのは分かります。だけれども、それをしてでもお給料をもらうという安定と安心、お金の実質的なものですよ、それも含めてやめないという選択をご自身がしているわけなんですよ。で、何度か私もお話はしてるんですけれども、会社員の年収600とかそういう収入をバサッと捨てて転校してパン教室を開くわけなんで、退路を当然立ってるわけなので、生半可な覚悟ではできません。だってゼロになっちゃいますからね、場合によっては。だからそういう形での規模の集客、月に22とか教室埋めないといけないので、それは認知活動とか必死にやりますから、当然書くべきブログは書くし、後ろの方のね時代になってからですけど YouTube とかね、そういうのも当然ある程度数やらないと
広告を使って認知を上げている大手とかには全然かなわないの分かってましたから、素人でしかもそういう潤沢に広告費を持ってない自分が世の中の人に自分の教室を知ってもらうためにはもう愚直な努力でしかないんですよ。っていうことはね、大量な認知拡散っていう活動をどっかでねやらないといけないんですよね。そうすると二足のわらじだとそれ相当きついんですよ。だってそうじゃない人とかも山盛りにいる人よりちゃんと理解してもらえるような認知度をアップしないといけないから。なので私はバッサリ辞める代わりにその覚悟を時間も全部使ってですよ、そういうのをやるって決めたので、まあ結果もちろんうまくはいってるんですけれども、それはそれはそういう覚悟があってやってるわけです。だからパートを辞めない、収入を確保するっていうのを選んでる時点でそこを確保するっていう、まあ安定を取ったわけなので、それなのに一生懸命教室をやりたいっていう将来のためにって頑張るのであれば、やっぱりそこは2倍の負荷かかって当然なんですよね。だからそんなに甘くないっていうことです。だって私みたいにそうやって一本で頑張ってる人もいっぱいいるんですよね。で、自分収入がある中でやるわけじゃないですか、将来のために。そこはね負荷かかりますよ当然。で、問題はだからそれに対してそんなに自分に負荷をかけないでだらっとやってたら当然認知はされないし、でこんなんでね大丈夫なのかな、不安に思うよっていうふうに思ってしまうのであれば、それは結局活動してないからそういうふうに思ってしまうわけなんですよね。もうがむしゃらにやるしかないんですよ、そういう状態の場合には。うん、泥臭い話ですけどね。やった量はもちろん適切な露出の仕方っていうのは必要なんですけど、認知活動としてある程度の量がどの道必要なんです。で、私が開業そうですね3年は起業3年は休みがないのは当たり前っていうのを起業家で成功してる方から聞いていたので、あ、そういうものなんだっていうのは理解していたので、当然そのがむしゃらにやってる時っていうのはまあまあ休みっていうのは全然意識しなかったです。ライフスタイル的にいいんですよ、家族のことを大事にするっていう時間とってもいいんだけれども、そのメリハリがどの道必要なんですよね。だから1個の仕事を辞めないって決めた瞬間に相当負荷がかかった状態で頑張るってことを自分が決めたっていうことになるので、その頑張りに達する頑張りをもしもしていなかったとしたら当然集客もできなかったり認知度が上がらないから、いずれ辞める時が来るっていうふうにして不安に思ってても結局何もできてないということになっちゃうので、負荷はかける必要があるということです。で、私は実際にそうですね、企業さんには特に休みなしでもって言ってたんで、普通にお正月とかも働いたこともあったし、まあ、家族の時間はそれなりには取りましたけれどもね、 お盆とかも全然関係ないですし、いわゆる世間の休みとかっていうのはあんまり関係なくて、まあ、そういう状況も理解して主人にはねいてもらってるんですけれども、まあ、そういう感じでやってたんで、本気でもしも稼ぎたかったらある一定の時期です、ずっととは言わないけど負荷かけてエンジン馬力かけてやんなきゃいけない時があるの、特に開業当初です。しかも二足のわらじを履いてやると決めたのであれば、そんなに世の中甘くないですよ。普通に法人とかが潤沢なお金を使って広告費を使ってやってるようなところと、まあ、比較されたりとか同じね業界領域だったら、だから個の特性は出さないといけないけれども、知ってもらうための努力は結構地味に必要なんです。だから自分に負荷をかけれない人は、私の中ではその覚悟を持つことができるのかというのを聞いたりすることがあります。その覚悟がないんだったらその先も多分厳しいから、信念があって覚悟があってそれをやっていくっていう人だけがやっぱり長く続けていけるかなと思っているので、趣味でやったらいいっていうのはよくお伝えする話です。だから本気度はどっかで一回馬力をかけないと無理な時があります。軌道に乗ればねもうちょっと緩やかにやっていくことはできるんですけど、最初はやっぱり見栄とか体裁とか金振り捨てても時間をがっつり作ってでもやるべきことはやるという、まあ、ガッツが必要になっちゃう時も残念ながらあります。なので今の自分の活動とかを基準値で
あ、本当にそういうイメージでできてるかな、あの気持ちがとかってね全然関係ないんで、モチベーションとか関係ないです。タイムカードにモチベーションはいらないって私はよく言いますけどね。カチャッとやる、ただやるっていう、あのそういうルーティーン的なものもどのみち必要になるので、その点をぜひ理解していただきたいなと思い、こちらの動画を撮ってみました。何か思うことがあれば、まあ、コメント言ってきてもらってもいいですけれども、ちょっと一旦ね、あの自分ってどうかなっていうのは考えてみてください。それでは。